はい、お晩でございます、伊達武将隊 YouTube チャンネルをご覧の皆様、お晩でございます。奥州仙台おもてなし集団伊達武将隊長谷倉津永でございます。本日も伊達武将隊歴史講座長谷倉ナイトへようこそおいでくださいました。皆さん、お晩でございます。今日はですね、今週が伊達政宗様の御命日であります5月24日日曜日、5月24日でございますので、政宗様の御命日にちなんでですね、瑞鳳殿のお話をさせていただこうかと思っております。どうでしょうか、皆様入室されてますでしょうか。長谷倉ナイトもですね、こうやって、オンラインでですね、皆様にお届けできるってすごいありがたいなと思いますね。はい、今回は写真もご用意させていただきました。瑞鳳殿、瑞鳳殿皆様いらっしゃったことはありますでしょうか。瑞鳳殿は、ループル仙台というですね、仙台市内の観光地をですね、ぐるっと一回り確か70分で回るバスがあるんですけれども、そちらでも定番のコースになっております。はい、瑞鳳殿前でおりますと長い坂道を上がっていってですね、長い階段を登っていって、そしてたどり着くのがこちらでございます。政宗様のお墓、お玉屋でございます。はい、何度も何度もお邪魔しております。ありがとうございます。命日には欠かさず県外からでもね、おいでいただいていると、そういう方もいらっしゃると思いますけれども、残念ながら今年はですね、昨日から瑞鳳殿再開館いたしておりますが、5月中はですね、平日のみということで、今週の日曜日はお参りいただけないです。残念でございますけれどもね、その分、ぜひ皆様ゆっくりとですね、今日のお話伺っていただければと思います。さあ、今日はですね、まず瑞鳳殿とは何ぞやとね、そして、なぜこの場所に作られたのか、さらに発掘で分かったことというような感じでですね、進めてまいりたいと思います。瑞鳳殿とは何でしょう。瑞鳳殿とは、先ほど来申しておりますが、伊達政宗様のお玉屋です。つまり平たく言えばお墓ですね。皆さんのお家、お父様、お母様、おじい様、おばあ様、あるいはご先祖様、お墓があるかもしれませんな。大体の人はあるんじゃないでしょうかね。私ね、お墓ね、4つ5つあるんですけどねその話はちょっと長くなるんでやめておきましょうか。今回は政宗様のお墓というのはですね、例えば、高野山にも確かあったと思います。私まだ行ったことはないんですけれども、高野山にありますね。政宗様のですね、お墓、瑞鳳殿のお墓はですね、これはれっきとした政宗様のご遺骸が、埋葬されているお墓でございます。で、普通のお墓と違って、お墓埋まっているですね、ご遺骸が埋まっている上に建物が建ってるんですね。この建物が、お玉屋と言われるもので、仙台藩ですと政宗様の息子様であります忠宗様、それから3代目となられました綱宗様もお玉屋がございます。でさらに言いますと、奥様であります女子姫様にもお玉屋があります。で、実は忠宗様、それから綱宗様、そして綱村様、3人のご藩士様の奥様のお墓にもお玉屋があったんですけど、こちらはですね、明治期に取り壊されております。それからですね、ご家臣で言いますと伊達重実様もお玉屋ございますね。さらには、枠屋の伊達家ですね、政宗様も、伊達家の親戚ですけれども、ご一門の枠屋伊達家、伊達明家にも枠屋行きますとお玉屋があります。そういうわけでですね、仙台藩では決して珍しいものではございません。上級というか、ご藩士様、あるいは、上級家臣になりますと、そういうものが作られたという歴史がございます。政宗様のお玉屋はですね、亡くなられてから1年半後にですね、完成いたしております。
お玉や瑞鳳殿はですね、涅槃門という門から入りまして、そこからがね、聖域の空間ということですね。では、この場所になぜ政宗様のお墓が作られたか、こちらをですね、ご紹介させていただきましょう。政宗様の記録をまとめたですね、伊達寺家記録という、これは私持ってないんですよ。ね、図書館からお借りしております。政宗様が寛永13年5月24日に亡くなられますけれども、それの1ヶ月前、4月の18日のことでございます。まだ江戸には行っていません。政宗様は4月の18日、仙台でお過ごしでした。18日朝、保守院清賀公省へご経王としておいで。去年、北条御蔵へ仰せつけられ、この説成就によって祝儀なり、朝起きられてですね、まず午前中は保守院というお寺に行ったんですね。清岳和尚という、政宗様が帰依されていたお坊さんですけれども、和尚様、を、おもてなししたと。保守院というのは政宗様のお母様義姫様の菩提を弔うために政宗様がお作りになったお寺です。かなり大きなお寺でした。今は若林区役所のすぐ近くにございます。寺の面積は少し小さくなりましたけれども、今でもですね、大事なお寺です。この保守院の、建物が完成したので政宗様はお祝いに行ったと。昼過ぎ、保守院よりおいで、直にホトトギスを聞かせらるべしとて北山へおいである。保守院から政宗様は当時お住まいだった若林城には戻らずに、直にですね、北山へ向かった。仙台の北山といいますのは、北仙台駅からですね、東北県内でございますけれども、伊達家の、お寺さんがですね、ずらっと並んでるんですね。光明寺、東照寺、それから各藩寺、至福寺、輪王寺とですね、当時は満照寺というお寺もございました。ここにおいでになって政宗様は何した？ホトトギスを聞きに来たんですね。政宗様のこの初夏の楽しみはですね、ホトトギスの初音を聞くことなんですね。古地図欲しいな。古地図出そうかね。いいね、古地図出そう、古地図出そう。待ってね、どれにしようかな。政宗様の時代のものにしますかね。そうね、いいや。よいしょ。ちょっと待ってくださいね。下も入れとくか。古地図ですよ。実はこの地図ね、若林城書いてありません。若林城この辺です。こちらからですね、保守院、こちらですね、この大きなお寺さんが保守院でございますけれども、保守院で午前中に清賀公省におもてなしをしてですね、めでたいね、建物できてめでたいねと言ってですね、さて午後はどうしようかな。そういえばそろそろホトトギスの声が聞こえるはずなんだけど、よしちょっと行ってみようかと家来を引き連れてですね、若林城には戻らずにまっすぐ北へ向かいました。ここに寺屋敷と書いてあるこの辺がですね、お寺さんなんですね。北山という場所でございます。ここでホトトギス聞けないかなと、声を耳を澄ませてですね、声を聞くわけです。しかし鳴かないと。ここで西の山に沿っておまわり京ヶ峰へおいで、このところに暫時立たせられお心細きご様子なりとね。北山から山西伝いにですね、ずーっと降りてくるわけです。で、当時は政宗様お住まいにはなってませんでしたけれども、仙台城にも登られています。聞こえないね、よし、じゃあ京ヶ峰にも行ってみるかということで、橋を渡ってですね、川を渡って現在の瑞鳳殿が立っている場所、京ヶ峰にもおいでになられました。
そしてしばらくそこでですね立ち止まられて非常に心細いご様子だったということです。まあ声が聞こえないというのもあったかもしれませんが、政宗様はこうおっしゃられます。ご皇居の後はこの辺にござしてしかるべきところ柄なりと。ご皇居、まあ、亡くなった後はこの辺にござしてしかるべきところなり、この場所にまあ座っている、そういう場所だな、いいところだな、この場所が自分の墓にふさわしい場所だな、まあそういうふうに漏らされるんですね。そばにいた家臣、後にこのお墓を作る奉行にもなられました奥山大吾。奥山大学が答えます。奥山大学に向かって仰せられた。答えます。あ、失礼、答えません。この辺にござして叱るべきところからなりと奥山大学に向かって仰せられ、お杖を立てたまう。ここまでですね。奥山大学に向かってそうおっしゃられて杖を突き立てた。この場所だな、この辺だなと。大学は答えます。580年の後は、しかるべきところ柄のよし、大学答え立てまつる。もがさき山へおいであり、伊豆方にてもおとどぎすなかず、むなしく帰りたまえる。と続きます。まあ、結局この場所でも声は聞こえず、もがさき山、大念寺山ですね、まで行くんだけれども、そこでも結局聞こえず、残念に思い虚しく帰った。さてここで奥山大学さん何と答えましたか。580年の後はしかるべきところからのよし。580年の後でしたら、まあ実にいいところだと思います。何でしょう、580年というのは。現代ではまあ使わない言葉ですね。587回りという言葉がございます。587回り、これの縮めたもの、略したものが580年という言葉ですね。580年7回り。7回りというのはですね、えと7回りということです。えとは60年ですね。還暦60で、一回りでございますから、えとというのは、まあ、12支だけではなくて十干十二支といってですね、甲乙丙丁戊己庚辛壬己とですね、10と12の組み合わせで60があるんです。で、60年を7回りで、これで420年になるわけですね。420年と580年を足しますと1000年になりますね。つまり580年の後にはというのは、580年7回りを続めたものですから、合わせますと1000年後にはふさわしい場所ですよというふうに奥山大学が答えるわけですね。つまりずっと長生きしてください、そういう、思い願いが込められてお答えになったというわけでございます。政宗様はこの4月18日ホトトギスが聞こえずですね、残念だなと思い屋敷に、若林城に戻られ、翌日華麗となっておりました、つまり毎回ですね、縁起でお祭り行われてたんですけれども、参勤交代の直前に茂庭綱元様の屋敷で供を受けるというですね、ご馳走になるという、これは毎回行われていたんで、4月19日に綱元様の屋敷でですね、綱元行ってくるよと、そういう話をされて、4月20日に旅立たれます。江戸にですね、旅立たれます。出発されます。その途中、中田あたりでしたかね、増田あたりでしたかね、
しばらく仙台を下ってです、仙台をですね、南に向かっていきますと中田増田とあるんですけれども、その辺りでホトトギスが鳴いたと、カゴのそばでしばらく鳴いていたというふうに伝わっております。出発の、まあ、直前、出発した後にですね聞けたというわけです。さて5月の24日に江戸外桜田上屋敷で亡くなられました伊達政宗様、現在も日比谷公園にですね政宗様終焉の地ということで日が当っておりますけれども、その日の夜に籠にですね、まあ、棺桶に政宗様座ってですね、納められまして、石灰を詰めてですね腐らないようにしたわけですね。でそれを籠に乗せてえんやえんやとですね、江戸から仙台に、ご出発されます。で6月3日に仙台に到着されまして、すぐに埋葬されたわけではございません。まず北山にあります覚安寺というお寺に行ったんですね。実は当時仙台城下で一番大きなお寺だったんです、覚安寺が。覚安寺はどういう言われでのお寺かといいますと、伊達政宗様のお父上照宗様が、まあ、一鳥橋の戦いの直前の事件ですね、阿波の巣の辺でですね、二本松の手前高田の原でですね、無念に亡くなられるわけです。で寿徳寺でダビに、付されましてですね、そして覚安寺というお寺を、まあ、お父様のために政宗様が創建されたんですね。お墓自体は高畑、米沢の近郊高畑にあります至福寺というところにお墓が作られました。現在も至福寺自体は仙台北山にですね引っ越されてますけれども、至福寺跡ということでお墓もそちらに残ってます。お父様のお墓ですね、でお父様の菩提を弔うために作られた覚安寺が、まあ、ここにあるわけです。でその覚安寺に、仙台の覚安寺のお寺にですねお墓があるのがお母さんの義姫さん、お母さんの義姫様のお墓は覚安寺にあるんです。でお母様の菩提を弔うためのお寺は保守院なんです。ややこしいんですよ。菩提を弔うためのね位牌寺とお墓のあるお寺違うんですね。ややこしいんですけど、そうなんです。伊達家初期の場合は。さて政宗様のご霊柩はですね各館寺に入ります。でそこで、まあ、しばらくお弔い行われまして、6月の6日に埋葬されます。で6月の、6日からですね、17日間ですか、政宗様のためのですね中院法要が行われるんですね。中院というのは四十九日の意味で使われることが多いですけどね、中院という言葉ですね、の法要が行われまして、6月の23日に お葬式が行われました。葬儀ですね、ご葬儀が行われました。で葬儀はどこで行ったのかっていうと、葬儀は各館寺で行ったんです。もうすでに埋葬されてます。で各館寺で行って、その後ねすぐ近くにある原っぱで火葬が行われるんです。これもね仙台藩のねお葬式の歴史はね面白いって言ってあれですけどね、本当に興味深いです。他の藩では多分あんまりないんじゃないかと思うんですよね。灰塚っていうのがあるんですよ。そのあのねもうご遺骸は瑞鳳殿のある場所に埋まってるんですよ。もうね土葬されてるわけです。土葬された後にご遺骸じゃなくてその棺桶を燃やすんですよ。これ面白いでしょね。ずっと棺桶は多分こちらでですね、まあ、供養のためにずっとあったわけです。でそれをみんなで担いで覚安寺から、現在は大願寺ってお寺があるんですけれども、大願寺当時はまだなかったです。その原っぱでですね原野でですね火葬が行われ、空の棺桶を燃やすっていうですね、
伊達系以外ではあんまり聞かないんですけれど、もしそういう習わしあるとこあったら教えてください。灰塚があります。はい、まあ、灰塚は読んで字のごとくですね、灰の塚と書きます。現在はですね、灰塚に関しては2代目様、3代目様も灰塚はあったそうなんですけれども、残ってません。政宗様の灰塚と政宗様のお母様、義姫様の灰塚がこの新坂町というんですけれども、ここら辺もお寺さん多いんですけれども、ここに残っております。大願寺とですね、永昌寺でしたかね、というお寺の敷地内にございます。大願寺のね、政宗様の灰塚はすごいですよ。まあ、ちょっとした塚があるんですけど、その周りをですね、正方形の、まあ、そんな大きくはないですけど、お堀でですね、囲っているという、そういう場所でございます。はい、何の話してましたか。随法殿の話してたんだよね。これはね、本当に興味深いことなんで、ぜひと思ってお伝えしました。はい、政宗様のお葬式の話でしたね。はい、ではご以外はと言いますと、こちら瑞鳳殿のある場所にご埋葬されました。でこの時にですね、奥山大学さんがですね、非常に頭をですね、悩ませたところがあるんですよ。瑞鳳殿に行ったことある方、すごい山の上の方にあるじゃないですか、瑞鳳殿って。で書こうか、もう模式図的に言うとですね、模式図的に言うと、本当にね、山のビョーンってね、ここに、ちょっと違うかな、こうなってるのかな、イメージですよ、イメージ。政宗様、ここに建てろって言ったわけですよね、お墓をここに作ってねって杖を突き立てたわけです。ところが奥山さんは、いや、ここにね、もし作ったら崖崩れとかで壊れちゃうんじゃないかなっていうことでですね、悩んだわけです。で結論としてはちょっとずらしたんです。一応崖側から少しずらしてるそうなんですね。でこういうふうに書いてありますね。遺言の場所に問題がある。川崖近く地震また地悪崩れの時危うく存じというふうに書いてあります。川崖近く、広瀬川の川、その崖に近い場所で地震や、まあ、地悪崩れというのがちょっとあれですけども、まあ、地崩れですね、の時に危うく存じということで、ちょっと場所をですね、3、4軒、まあ5メートルから7メートルぐらいですか、ずらしているんですね。はい、そのせいなのかわからないんですけれども、発掘してみるとすごいことが分かったんです。はい、早速いきましょうか。発掘して分かったことね、ね、面白いよね、政宗様のちゃんと遺言を守っているというところ、そして伊達家のお葬式についてさらに何が分かったのか、ちょっとこれ見てありますね。もう一回取っちゃうかな。はい、そもそもなんで発掘したのか。瑞鳳殿というのはですね、誓いをつけますか、これは瑞鳳殿の、ね、発掘関係の資料からちょっと引用している写真でございます。瑞鳳殿という場所はですね、実は戦前国宝に指定されております。角度が
でどうでしょうか。もう気になるよね。はい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 、ダメだな。国宝に指定されてました。戦前ですね、白黒の写真でございますけれども、実は瑞鳳殿の本殿は写ってないんですよ。涅槃門というですね、入り口の門ですね、写ってます。そして階段が写ってますね。でこの建物は実は拝殿という建物で、現在は拝殿はですね、昔の通りには再現されてません。もう本来建物はちゃんと床があって、建物として一つの成立するものなんですけれども、現在は門みたいな形でですね、スーッと行けます。で床も別にないですよね。まあ、腰掛け床はありますけれども、そういう建物なんですね。本来は違っていた。でこっちの御教所、御所というところなんですけど、これは現在資料館として再現されてますけれども、まあ、こちらもですね、まあ、当時とはちょっと全く同じ再建ではございません。この奥に本殿があるわけです。本殿の写真って実は今と同じようには撮れないんですね。なんでかというと、この拝殿も今よりも大きいし、拝殿と本殿をつなぐですね、廊下が2本あるんですね。なのでですね、ちょっとね、撮れないんですよね。撮れなかったんですよね、当時は。これ昔の絵図ですけどね、涅槃門がありますね。で階段を上って拝殿があるわけです。こっち獄所ですけれどもね、本殿と拝殿真ん中に廊下があるんですね。橋廊下というものがありまして、ここに門がありました。唐門という門がありました。でこっち側にも、廊下があるようなんですね。こっちは多分ご藩主様がお参りするための廊下、こっちはですね、家来がお供え物とかをですね取り替えるための廊下、そういう風に使い分けられてたと思うんですけれども、だから今みたいにですね、この辺からね、パシャッパシャッパシャッって取ることできないわけですよ。だから今みたいなこう大きなですね、写真があるかな。引きのね、これでいいか。こういう写真は撮れないわけです、ね、ここの前に門があるわけですから、拝殿と本殿の間にね、ということです。さてこの建物なんですけれども、昭和20年1945年7月10日の仙台大空襲で、この建物自体が狙われたわけじゃないと思うんですけれども、まあ、流れ弾といいましょうか、焼夷弾がですね起こってきたんですね。で全焼してしまいます。結果こうなりました。戦後の写真ですね、はい、もう木のぼっくりがですねもう一本立ってるだけと。近所の子どもたちも結構遊び場として使ってたというふうに、おとしめした方に聞くと、聞きますね、はい、こうなっていたんです。それをですね再建しようとね、再建しなければならないということで行われたのが、まあ、現在の瑞鳳殿になります。でその際にですね検討されたのが、もう燃えないようにというところで、コンクリートで再建しようということでですね、コンクリートで再建することになったんです。ところが300トンのコンクリートをですねこの場所に建物を作るのは可能なのだろうかということになったんですね。さっき奥山大学さんが非常に頭を悩ませてましたよね。この崖のところにね、あの時はまあ木ですけどね、木でね建物作るのさえちょっと試案したのに、今度コンクリートでドーンってね、建てられるのかと、これは調査した方がいいんじゃないかと、ね、しかも当時戦中戦後はですね
実はあの瑞鳳殿が建ってる山の質としてですね、地質としてですね、アタンというですね、まあ燃料ですよ。アタン窟だったんです。だから穴だらけなんです。地下穴だらけなんですよ。でそんなところに建てて大丈夫かということでですね、これは調査した方がいいんじゃないかと、地質のね。でせっかく地質の調査をするなら、埋葬されているお墓についても調査をすべきではないかということで、発掘調査が行われるんですね。昭和49年発掘調査が行われました。掘ってみると、あらびっくり、誰もがね、この墓杭の真ん中に政宗様ご埋葬されてると思うでしょ。違うの、真ん中じゃないんですよ。少し北にですね、まあ向かって、こっちが扉です、扉向かって左側にですねずれてるんですね。びっくりでしょ。いやこの穴はあれだよ、柱の穴だよ。ひらりさん、どの穴かな。ずれてるんですよね。これ多分ですね、奥山さんの思案の結果なんじゃないかと思ってるんです、私は。これ分かりませんね。政宗様が亡くなられた直後に、政宗様が杖を突き立てたところにご埋葬しようと思った。しかし崖がすぐ近すぎる、じゃあしょうがないから 3,4 軒ちょっとずらそうということでずらした。でご埋葬した。しかしそこに建物を建てようと思ったら、やっぱりこれでもちょっとギリギリ危ないんじゃないかということで、さらに少しずらしたんじゃないかと、私はそう睨んでおります。まあいずれにせよ、実は皆さんお埋葬、お参りするときにはですね、少し左手側に政宗様が、ご埋葬されているんだっていうことをですね、感じながら手を合わせるとですね、あ、この人は知ってるなっていうことになるんじゃないかと思います。もちろん正面にね、あの政宗様のお像、木像がございますので、正面に向かって手を合わせるのが当然なんですけれども、まあ、実はねそうだということをですね、実はここで大いに晒してしまいました。そうなんです。はい、掘ってみました。そうすると、まあ、政宗様のお墓がしっかりですね、あったわけですね。まあ、これも同じですね、墓室があるわけです。非常にしっかりですね、石室、石が、なんて言いましょうか、石でぴっちりですね、この墓室が作られてましたので、中にいらした政宗様、非常に、まあ、言い方あれですけども、良い状態で発掘されております。今回ムクロは出しませんけれども、まあ、NHK の大河ドラマ独眼竜政宗では最終回でしたかね、政宗様の頭骨がですね、出てくるシーンございましたけれどもね、はい、まあ、さまざま政宗様が亡くなられた時にですね、一緒に、埋葬された副葬品が、出ております。さて、非常に興味深いことがございます。それはですね、政宗様の向きなんです。ちょっと一旦これ撮っちゃいますね。お墓地面に墓室があります。まあ、建物がこう建ってましたね。お参りする人はこっちからお参りしますよ。そしたらですね、政宗様は、まあ、座った状態でいるわけですけれども、こっち向いてるんですよ。お参りする方には実は背中を向けてご埋葬されてるんです。これも不思議でしょ。なんででしょう。
これはですね、なんでだと思います？答える人いるかな気になる。そうだよね、不思議でしょ、謎。仙台城、いや仙台城はね、仙台城こっちです。仙台城、城はこっちにあるんです。こっちがね、西です。そしてこっちが東。これね、まあ海の東の彼方、太平洋を見てるんですね。もっと言うと、まあ、仏教的に言いますと東方浄瑠璃浄土っていうんですかね、東の方にありますお浄土を見てるというふうに言えますけれども、うん、そうですね、日の昇る方向を見ている、海を見ている、太平洋を見ている、政宗様の夢はですね、今も向こうにあるのかもしれません。非常にですね、こう、まあ、江戸ににらみを聞かせるんだったら南を向きゃいいんですよ、ね、違うんです、東なんです、海を見てるんです、ね、で実は瑞鳳殿って今木がいっぱい生い茂ってますので、瑞鳳殿のこう建物を見てもあの木々の向こうに海があるって気づかないんですけど、で木々がなくなってもね、多分建物でね見えないかもしれないですけど、実は見えるんですよ、あっち太平洋が、政宗様の瑞鳳殿の背中側は。で実はですね、そういうですね、私たち、まあ、政宗様にお尻を向けられてるってわけじゃなくて、政宗様は実は今も向こうを見てね、太平洋の彼方、あるいは慶長遣欧使節の思いもあるのかもしれませんけれどもね、まあ、仏教的な部分が、強いとは思いますけれども、このロマンというか夢というかがですね、まだ続いているというのも非常に興味深いんじゃないでしょうか。はい、さあ最後は少しですね、せっかくなので、まあ埋葬、共に埋葬されていましたですね、まあ、副葬品というものをですね、少し紹介しましょう。まあ、パッパとですね、いきますけれども、まずはこちら、甲冑兜頬当てですね。はい、これもね、政宗様が一鳥橋の戦いでお召しになられていた甲冑というふうに伝わっております、ね、矢傷が当たり鉄砲傷が当たったと言われてます。残念ながら、発掘の後にですね、 X 線かなんかでこう調べたんですけれども、残念ながらどれが玉傷かは分からなかったようなんですけれども、そういう言われのあるものでございますね。で62件筋兜 5枚堂具足、まさに現在仙台市博物館で重要文化財になっている政宗様の甲冑と全く同じ構造のものになりますね。続いては、武具ですね、太刀、それから、馬具ですね。太刀に関してはこれ木の部分って腐るんですよ。木は腐っちゃうんですけれども、漆は腐らないんですね。で非常に精巧にですね、この漆を外す、取り外す作業をして、それを新たに、作った木材にですね、装着しまして、しっかりとした状態で現在仙台市博物館に、展示されております。あとは脇出しですね、それから布箱、布箱もございましたね。でこの布箱もね、面白いのはですね、筆が入ってるんですよ、たくさんね、何本も入って、墨もついてる。で政宗様の記録ではですね、亡くなる前日まで娘さんに手紙書いてるんですね、一番下の四女のですね、千菊姫様にですね、手紙を書いてる。そのおそらく墨がちゃんとまだついてるんですね。
同じく硯ですね。これは雄勝のね、宮城のですね、硯の名産、雄勝硯ありますけど、硯なんじゃないかななんて言われておりますね。そして大事にですね、鹿の皮の袋に入っていたのが慶長お一部金、それから金製のブローチですね、日時計なんていうのも入っていたようでございます。政宗様が非常に大切にされていたご様子が伺えるんですけれども、この金製のブローチ、私が持って帰ってきたものじゃないか、そういうふうに言われております。あとは面白いところではキセルですね。お客か、はい、政宗様は一日にですね、朝と朝起きてと、あと夜寝る前とか、一日に 3,4 回ですね、タバコ吸う時間決まってたんですね。まあ、今はね、タバコ体に毒だってことになってますけれども、まあ薬の一つとしてですね、どうも吸われていたようです。で、これが非常にですね、長い60センチとか70センチ近くあるタバコ、長キセルなんですね。で、この、まあ、間の部分、ラウの部分はですね、少し折れてますけれども、これもしっかり政宗さんも毎日掃除されていた、掃除道具も出ているとですね、ご自身で掃除なされておりました。はい、このようなものが、まあ、発掘されております。さあ、それではここで問題です。ちょっと引きの絵にしますよ。はい、まあ、たくさんね、ご覧いただきましたね。はい、ね、いろいろ出てきた。なんでそこ取っちゃったんだろう、俺。いろいろ出てきます。いっぱいあるね。よいしょ、政宗様の大切になさっていたものがですね、よくわかると思いますけれども、さあ、ここで問題を出させていただきましょう。政宗様が、これ端っこまで映ってる？こっちまでね。はい、政宗様が、大切にされていたですね、これらの、副葬品でございますけれども、実は政宗様が亡くな、政宗様の発掘が終わった後に、ほとんどは実はそのまま戻されずに仙台市博物館に現在ございます。で、よくですね、展示されているものもございますが、一部はそのまま元の通りに政宗様と一緒にご埋葬されました。さあ、1番2番3番4番、これらの中で政宗様と今も現在も一緒に瑞鳳殿の地下に埋まっているのはどれでしょう。デレ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 デー、スーパーハセクラ君人形をですね、皆さん、出してくださいね。わかる？1番ね、2番、1番、甲冑兜ね、甲冑兜、2番、こちらは硯、3番、金貨とブローチ。ちょっと待って、まだ答えないでね、私まだ今見れてないから。さ、4番キセル。はい、じゃあ、せーのでフリップをお出しください。どうぞ。2番、今答え、さっき答えちゃった人も一回、もう一回答えて。2番、2番の人いるね、1人ね。あとは1か2かな、うん、どっちかだよ、1か2か、どっちかだよ。4番、原平さんで4、常永様アテンドで、うん、韓国上位中。1番、4番、4番、2番がいいけど、1番、2番、1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 番、多いな、1番多いね。1かな、2番。さ、佐々木ひとみ先生は2番、黒柳徹子さん枠でお願いします。
1かな、1番、4番、1番にスーパーハセクラ君、あ、スパルタカスさん、1番にスーパーハセクラ君人形、はい、さあどうでしょうか。今回もですね、全問正解の方がいらっしゃいましたら、宮古観光サービスで行く、世界一周旅行7日間の旅ということでですね、バーチャルでやってください。はい、どうでしょう。1番が多いですね。正解は1番でした。はい、1番なんですよ。はい、もう答え言っちゃったけどね、ありがとうございます。皆さん答えていただきまして、実は政宗様が亡くなってって言っちゃうな、どうしても、瑞鳳殿の発掘が終わりまして、政宗様の、と一緒に埋葬されていたものはですね、写真を撮って写真を収めてるんです、ほとんどはね。しかしながら兜、宝当、甲冑、具足ですね、それから、あともう一つ、脇差し、これらはですね戻してます。まあおそらくですね、政宗様の御身を守る一番大切なものであるということで、これに関しては今も政宗様のおそばでですねお墓守っていらっしゃるということになります。それ以外の大多数はですね、仙台市博物館でご覧いただくことができますので、まあ、毎回全部出てるわけじゃないですけれども、ご覧いただけます。残念ながら瑞鳳殿の方、資料館の方はですねまだオープンしてないんですけれども、まあ、コロナの方がですね落ち着いてきましたら資料館もオープンすると思いますけれども、そちらは確か副葬品の複製品がですね、あるはずです。はい、というわけで、1番の兜と甲冑がですね、政宗様と今も一緒にいらっしゃるということでした。はい、正解者に拍手、よくできました、よくできましたね。番組が変わっているっていうねはい、というわけで、政宗公と瑞鳳殿ということでお送りいたしました。伊達政宗様の今をですね、今に政宗様の思いを伝えているこの瑞鳳殿、そこに行きますと非常にですね、気持ちが政宗様の心、お力をですねいただけるような、そんな気持ちになるかと存じます。残念ながら今年の5月の24日はですね、まだお参りがいただけません。平日でしたら瑞鳳殿まだ、瑞鳳殿もうオープンしているんですけれども、残念ながら日曜はですね5月中はオープンいたしませんので、ぜひですね、思いを届けていただいて、また県外の方、やはり県を越えて宮城に来てくださいと今言えない状況でございますので、いずれ来ることを夢見てですね、それをきっとですね叶うはずでございますので、しばし我慢していただきまして、来れるようになった暁には政宗様のお玉や瑞鳳殿はじめですね、仙台に遊びにおいでいただければと存じます。というわけでそろそろお時間のようでございますね。まあお時間のようでございますって言ってもこっちで決められるんですけどねはい、何かご質問とございますか。宮城恋しいですね。あ、そうですね、最近は顎にもひげ生やしてるんですね。いや、拙者はね、400年前はほら肖像画があるからね、肖像画はここは生えてんですよ。あとね、ここ生えてんですよ、肖像画は。ここはね生えてないんで、基本的には剃ってるんですけども、なんとなく仙台城のおもてなしがないので、ちょっとほら芭蕉さんも生やしてたでしょ、YouTube 見たらお家で何する。だからまあここを生やしてるってところですけど、そろそろ切ろうと思います。はい、おひげね、恐れ入ります。佐々木ひとみさん、ありがとうございます。不正解でしたいいんですよ、いいんですよ、大丈夫ですからね。
あの24日今年そうなんですよ。24日はね、うん、385回目の恩恵法要が行われる予定なんですけれども、そちらも多分規模縮小して行われるんじゃないかと思います。はい、まあ特に質問ないですか？大丈夫ですか皆さん。できるってありがとうございます。おひげはね、まあ今日で最後ぐらいだと思いますね。そろそろ剃ります。はい、いいかな。あ、せっかくだからこの写真だけちょっと紹介しますね。瑞鳳殿紅葉ライトアップというのが毎年、11月に行われております。今年どうなるか分かりませんけれども、夜の瑞鳳殿感じられるのはこの時期と、あとは今年中止になってしまいましたが8月6、7、8の仙台七夕祭りの時期も夜空いてたんですけれども、今年は、まあ、おそらくないと思います。それからこっちはですね、瑞鳳殿のお玉へ5月24日の恩恵法要の当日だったか、その直前だったか直後だったか忘れましたけど、多分当日だと思いますね。実際伊達武将隊の政宗様にもお参りいただいて写真を撮らせていただいたんですけれども、やっぱこの新緑の時期の、ね、瑞鳳殿すごく綺麗なんですよね。こちらがこの瑞鳳殿の中に収められております、お像ですね。木像でございます。はい、政宗様のお姿、側体姿ですね。でございますね。それから、まあこういうふうにお花が飾られる。瑞鳳殿の方にですね、満開上人供養碑というのが立ってございますので、こちらもですね、おいでいただいた際にはちょっと分かりにくいところにあるんですけど、お参りいただければと思います。はい、今日はこの辺にしたいと思います。私は SST はやりません。ハセクラナイトですから。それでは今日はこの辺で終了させていただきたいと思います。皆さんもたくさんご訪問いただきましてありがとうございました。またぜひおいでいただければと思います。瑞鳳殿にもぜひ足を運んでください。ありがとうございました。チャオグラッツィエー。